ジェレミールーツ役は、ドイツデュースブルク出身のプロサッカー選手。SPVGG グロイターフィルト所属。ポジションは MF。地元クラブである、MSV デュースブルクの下部組織でプレーを始め、シャルケレーオンを経て16歳の時に、ボルシア・ドルトムントのアカデミーに入団。2015年1月27日、ドルトムントと初めてのプロ契約を結んだ。 契約期間は2018年6月30日まで。2015年3月21日のハノーファー96戦でプロデビューを果たした。2015年8月28日、FC ザンクトパウリに移籍。2021年8月16日、SPVGG グロイターフィルトと2024年までの契約を結んだ。自身はドイツで生まれ育ったが、父親が ガーナ系チュニジア人のためドイツガーナチュニジアの核、代表のいずれかでプレーする権利を有していた。ユース年代はドイツ代表でのプレーを選び UEFAU-19 欧州選手権2014では優勝を果たした。フル代表はチュニジア代表への蔵替えを決断。2019年9月6日のモーリタニア戦でチュニジア代表デビューを果たした。ありがとうございます。